皆さんこんにちは。今回ご紹介する子はトイプードルの今5歳の女の子で、お名前はエアロちゃんです。エアロちゃんは初めて来た環境だったり、あと自分がまだ見たこともない経験したこともない場面に立つとすごいおとなしい子なんですけど、慣れるまでが早くて、初めて会うワンちゃん同士でも最初は少し固まってしまうんですけど、お互いに挨拶をして少し時間が経つとすっかり仲良くなって、一緒に遊べるようなとってもフレンドリーな子です。それでエアロちゃんは基本的に普段からとてもおとなしい子で、おっとりした性格なので、小さなお子様がいるご家庭だったり、あとは初めてワンちゃんを飼うっていう方でも、エアロちゃんなら特に心配はないかなって思います。ちなみに今動画で映っているエアロちゃんは、ここに来てまだ3日目ぐらいの時のエアロちゃんなんですけど、トリマーさんにすごく可愛くカットをしてもらって、さらに可愛さが倍増しました。エアロちゃんは現在も里親様の募集をしている子なので、ぜひ皆さん会いに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。